こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は補助科目の正しい活用術について動画で紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは経理のレベルアップ補助科目の活用法について動画で解説していきます。本日の内容です。まず1つ目、補助科目について。皆さんね、一体どこのことっていう方もいると思うので、まず補助科目について解説します。そして次、使うことのメリットを紹介します。補助科目っていうのは使ってもいいし使わなくてもいいし自由なんですけど、使い始めるとすごく便利なので、その使うことのメリットについて紹介します。そして3つ目、補助科目の具体例。こちら補助科目の具体例というのは、実際に、ね、私が見てお客さんがこういう風に使ってるよっていうものも紹介しますし、こういうものはね、補助科目を使った方がいいんですよっていうものも紹介していきます。そして最後、まとめです。本日はこのような流れでいきます。ぜひね、こういう自営業向けの動画出していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。早速それではスライド、補助科目について解説していきます。はい、それでは補助科目について、まず補助科目の前に勘定科目というものがあります。この勘定科目というのは、皆さんねよく知ってる確定申告のところで印刷してある科目なんですけど、これが水道光熱とか租税効果とか、消耗品費とかいう風な形で勘定科目があります。その勘定科目よりさらに細かく分けれるのが、この補助科目と呼ばれるものです。もっとね、細かく把握したいっていう場合、勘定科目だけだとちょっとざっくりすぎると、もう少し細かく把握したいっていうケース、場合が出てくるんですね。そして勘定科目よりも自由度が高いです。自分に合った項目、補助科目っていうのはどんどん作っていけれるので、もしくは自分のビジネスに合った整理整頓ができるというのが、この補助科目の特徴になります。はい、それでは次に補助科目のメリットについてです。まず1つ目、管理がしやすくなります。どういうことかと言いますと、預金口座ごとの残高を把握することができます。この預金口座については、補助科目を使った方がいいなという、必須の項目になります。どういうことかと言いますと、これの残高の把握っていうのは、預金口座だけ、勘定科目で言うと普通口座っていう勘定科目を使うんですけど、どの銀行ごとにいくらあるかっていうのを把握しようと思うと、この補助科目を使わないと残高が把握することができないんですね。何々銀行に今いくらあって、そしてもう一つのね、こっちの使ってる何々銀行にはいくらあるかっていうのを把握するためには、この補助科目を使う必要性が出てきます。そして2つ目は、取引ごとに把握ができるってことですね。要は取引先ごとに補助科目を作ると、その取引先のね、例えば売掛金の残高もパッと見ただけで分かりますし、未回収のものがあるかっていうのも分かります。もしくはね、この取引さんとどれぐらいの金額規模の今取引があるのか、金額があるのかっていうのも把握することができるようになります。ですので、この数字をね、管理しやすくなるというのが補助科目の1つ目のメリットです。そして2つ目のメリットは、集計がしやすくなるということです。項目ごとに補助科目を作りますので、いくらあるかが分かるってことですね。パッと見て数字が分かる、あとどの項目にね、いくら使ったとか、このどの項目がかかっているのかっていうのが分かりやすくなります。ですので、2つ目のポイントとしては、状況の分析ができる、時期の予測ができるようになります。要はこれがね、経営ができるとか、自分のビジネスのね、経営分析にもつながります。どの項目がいくらかかってるかっていうのがパッと見て分かりますので、じゃあ次はこの経費が減らせないかとか、一体どこが一番ね、自分のお得意様なのかっていうのを把握できるので、次年度はこうなるんじゃないかっていう予測にもつながりますし、今の状況の分析もできるということになります。メリットがね、大きいので、ぜひ補助科目うまく使ってほしいなと思います。はい、それでは補助科目の具体例をね、順番に解説していきたいと思います。まずね、最初にここはやった方がいいですよって必須の部分ですねを紹介していきます。まず普通預金や当座預金が複数ある場合です。このね、普通預金がね、一つしかない、ビジネス用の普通預金一つしか使ってないよっていう方は、これ補助科目使わなくてもいいんですけど、大体の方2つか3つぐらいはある方が多いんじゃないでしょうか。ですので、普通預金ごとにこれは分けた方がいいと思います。どうやって設定をするかと言いますと、まずこの普通預金に、何々銀行、何々銀行って使ってるね、ご自分の銀行のビジネスで使っている通帳の種類ごとに、この補助科目を作るといいと思います。またはね、同じ普通預金でも、同じ銀行さんのとこでも支店が違う場合がありますよね。何々銀行の何々支店と何々支店を持ってるってなると、ここを何々銀行ってしてしまうと、全く同じものってどっちに振り分ければいいのかって分からなくなったり、銀行同士でこう数字がごちゃごちゃになったりしますので、同じ銀行名で支店が違うっていう場合の口座を持っている方は、何々支店というふうに振った方がいいと思います。そして2つ目の方法ですけど、これは取引先ごとに設定すると便利ですよという方法です。ここから先は別に、やってもいいですし、やらなくてもいいかと思います。でも設定すると便利な場合がありますので、こちらの方順番に紹介していきたいと思います。まず売上についてなんですが、これは取引先ごとにしたりとか、あとは顧客ごと、顧客の名前ごとに売上を補助科目で分けていくっていう方がいらっしゃいますと、すごく便利です。もしくは物販がある方ですね、技術の売上と物販の売上を分けて売上を把握できるようになります。売上が補助科
科目使わないと売上が全部1年間の丸々ドンってくるんですけど、その中でじゃあ物販はいくらでっていう風な数字が把握できるようになるんですね。例えば500万ある売上のうち物販分は100万円だっていう風に把握したい方は、このように売上を補助科目で分けるっていう方法が有効になります。同じように取引先ごとに分けた方が分かりやすいっていう方もいらっしゃると思います。よくね、取引先があるメインのものところだけで結構なので、そちらの取引先を補助科目で分けていく、もしくはね顧客名で分けていくと、パッと見た時にどこの取引先が今一番自分の売上の中で占めているのか、大きいのかっていうのが瞬時に分かるようになります。これは仕入れの場合ですね。仕入れがあるビジネスをしている人も一緒です。要は仕入れ先何々社とかね、業者名を書いてもらうと、今仕入れがどこが一番自分のところが仕入れがここが多いのか少ないのかっていうのが把握できます。もしくはね、今まではこの取引先が一番大きかったんだけど、今年に入って繰り返ってね、順番が逆転したってね、あ、ここの取引先の方が今自分は仕入れよくするんだっていうふうに分かると、ビジネスの経営ができやすいと、把握しやすくなります。よくね、仕入れだと、飲食店の方だとコーヒー豆はここから仕入れるとか、あとスーパーの仕入れっていうふうに仕入れ先を分けたりしますね。で、この何々業者さんからはこれを仕入れてるっていう形で業者名を書いたりとか、コーヒー豆はこちら、スーパーで買うときはこちらっていうふうに仕入れも分けておくと、どこに一体自分がいくら今までね仕入れで使ってるかっていうのが瞬時に分かることができます。実例どうやって使ってるかなっていうのを実際に紹介していくと、例えば売上のとこですと、まあこうやって取引先とか顧客名で分ける方もいるんですけど、私だと本業とあと YouTube の収入っていうふうに売上を補助科目で分けるっていうこともできますし、あとね、コンサルとか講師業をされている方は、そのセミナー代とかコンサル料代とか相談料、サポート料というふうに補助科目を作って、売上をこうどこにいくらね売上があったかっていうのを把握するためにこの補助科目を作るっていう方もいます。またビジネスのやり方によっては、この売上に入会金とか月会費っていうにちょっとね違う種類の売上がある方は、月会費いくらっていう補助科目、まあ、それ以外これとこれっていうふうに分けられるって方もいますね。あとはプロジェクトごとに分けるっていう方ももしかしたらいるかもしれません。補助科目って分けると、あ、なるほどね、売上だけで経理をつけていくと全部ねごっそり1本になっちゃうんだけど、補助科目をつけるということで細かく分けることができるっていうふうに分かったかと思います。次は補助科目の経費の方ですについて次のスライドで紹介していきたいと思います。はい、次が補助科目の具体例、2枚目のスライドです。こちらはね経費をメインに紹介していきたいと思います。経費も設定をするとすごく便利になります。例えば水道光熱費とかがそうですね。水道光熱費って1本にしてしまうと、ね、今年1年の水道光熱費っていうの確かに合計は出るんですけども、そこを細かくさらに補助科目を使って、水道代、電気代っていう補助科目を作ってすぐに分かるという、これもね、あのもちろんガス代って作ってもらってもいいですし、作らなくてもいいです。あまりね電気代も水道代もそんな分けなくてもね、取らなくてもいいやっていう方は補助科目わざわざ作る必要はないかと思います。また次、旅費交通費もね補助科目作る方いらっしゃいます。例えば電車代、移動が多い方とか、あと宿泊費ですね、出張が多いとか、まあ、研修が多いよとか、よく出張に行くよっていう方は旅費交通費の中でこう宿泊費っていう補助科目を作る方もいます。あとはタクシー代っていうのを作る方もいますね。まあタクシーで移動することが多いって方は補助科目作った方がいいかなと思います。そんなにねもう月何回かしか乗らないって方はわざわざこの補助科目っていうのは作らなくてもいいかと思います。そして通信費とかですと、例えば携帯代っていうのはね補助科目作ったりすると便利かなと思います。その他ね、ネット代、サーバー代っていう風に補助科目作る方もいますし、まあ、全く作らずにもう通信費は1本でいくっていう方もいます。でもね、この通信費を携帯代っていうのを分けておくと、携帯代って結構自営業の方って家事安分すると思うんですよ。要はプライベートと仕事で両方携帯代使ってるから 100% 経費に上げれないので、まあ、例えばね、あの5対50、50%、50% 分けたいっていう時には、最後にね会計ソフトで家事安分できますので、その時にこの携帯代っていう補助科目を作って、通信費の中からもう分けておくと、決算の時に後でこの携帯代の中を例えば50、50にしようとか60、40にしようっていう風に計算がね作業が楽になりますので、あえて普段から分けておくっていうのが一つのポイントになってくるかと思います。必要だなとかね、そういう家事安分が発生してくるっていうものは補助科目を作って分けるという方法、まあ、経理のレベルが上がるよっていうことですね。あと次、車両費だと、例えばガソリン代で補助科目を作って、車両費の中でガソリン代だけ把握したいっていう方ですね。これはね、あの結構移動が多いとかね、ガソリンをよく入れるとか、あと車をね何台か仕事用のビジネス用のを持ってるって方はガソリン代がかさみますので、車両費の中で一つガソリン代っていう補助科目を作ってもいいのかなと思います。もしくは車両費とは別に燃料費っていう、これは補助科目ではなくて勘定科目を作って、ガソリン代はそちらに勘定科目で処理するという方もいます。どちらがね絶対にいいとかないので、自分がねやりやすい方でいいかと思います。ビジネス用の車が何台かあるとかね、2台3台ぐらい持ってるって方は車両ごとに分けるとすごくあの管理がしやすいと思います。どの車のね一体車両費だったかとか、あの修理代だったとかガソリン代だったっけって分からなくなるっていう方は、この車両ごとでまとめるっていうのも一つの方法です。でもね、必ずもこれもね車両ごとにしないといけないというルールではないので、自分がやりやすいように必要であれば車両ごとにするといいかな
と思います。あとその他のポイントとしては借入金ですね。銀行からの借入金がいくつかある場合には借入金自体をこの補助科目で借りている銀行ごとに分けたりすることがあります。要は何々銀行の借入金、金融公庫さんの借入金とか、あと返済金額でね補助科目を作ると分かりやすいと思います。パッとね自分が見て銀行名で補助科目作った方が分かりやすい時もあれば、返済金額で作った方が分かりやすい人といるかと思います。そのあたりはね個人個人になりますので、うまく設定していただければと思います。はい、最後ねポイントです。これね要注意なんですけど、ここだけ本当気をつけてください。細かく設定しすぎないってことです。補助科目ね便利だなと思ってやりすぎちゃったり凝りすぎちゃうとたくさん種類作っちゃったりする方いるんですけど、やりすぎは注意です。逆に細かく設定しすぎて手間がかかる場合がありますので、ざっくりとやることも大事だっていうのを頭に入れておいてください。そして経理のやりやすさを優先してくださいね。細かく設定するのももちろんいいんですけど、あんまりやりすぎるとね把握したいものが把握できなくなってしまったりとか、要はここだけ把握すればよかったのに、これもこれもこれもあれもって欲張ってしまって結局分かりづらくなっちゃったっていうことが結構ありますので、これは、やりすぎは注意ですし、あと経理のね自分のやりやすさ、スピード感も大事ですので、そのあたりも考えてバランスよく補助科目はうまく使っていただけたらなと思います。で最後ですね、自分のビジネスに合った設定の仕方をすればいいと思います。皆さんねビジネスごとやね業種によって本当に補助科目の使い方ってガラッと変わってきますので、他のねもちろん参考にねするのもいいんですけど、自分のビジネスに合った方法で大丈夫です。そしてね今まで言ったように、全ての取引先を例えばね全部補助科目で設定しないといけないってわけじゃないので、メインのね1社2社とか、まあ、3社もしくは5社までって決めていただいて、それ以外のところは普通にその他の補助科目を使ってもいいですし、補助科目のねない特に何もないというふうに経理の方入力していけばいいので、自分のビジネスに合った設定でよろしくお願いします。あまりねやりすぎないっていうところがポイントです。そして最後注意点なんですけど、確定申告には勘定科目の合計しか表記されませんので、補助科目の方はね確定申告の方には影響はされませんので、そこだけねお知らせしておきます。自分のビジネスに合った設定で補助科目をうまく使って経理のレベルをアップしていくといいんじゃないでしょうか。はい、それでは今後も自営業やフリーランス方向けに役に立つ情報を動画で紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。その他私 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、ぜひそちらの方も合わせてチェックの方よろしくお願いします。はい、私はオンラインサロンも運営しています。税理士川南の会議室ということで、オンライン上で税理士を味方につきよう、月額制の完全会員制、メンバーになると相談や質問がいつでもオンライン上でできることがあります。私普段ね料金表1時間1万円の料金表なんですけど、メンバーになるといつでもしたい時にね質問や相談をすることができるっていうのが一つ目のメリットです。そして二つ目のメリットが税理士の裏側を公開していることです。まあ、YouTube やね TikTok の裏側とか税金情報、まあ、時事ネタとか、どういったことをね普段考えてビジネスをしているかっていう裏側とオンラインサロンにのみ投げておりますので、ぜひサロンね気になる方は概要欄に URL 貼ってありますので、チェックの方よろしくお願いします。そして3つ目のメリットですけど、 Zoom サロンということで、 Zoom で定期的にサロンメンバーさんとコミュニケーションを取っております。そこでね横のつながりができたりとか、あと他業種の交流ができるということで大変好評です。ではオンラインサロンの方ね概要欄貼っておきますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も以上になります。いつも見てくださってる方本当にありがとうございます。あとコメント感想、あとね高評価ボタンのグッドボタン本当励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。